キラカリンとアリアス兄のKプランニングラジオ。この番組は毎週金曜日23時より15分間お送りしているラジオです。本日は6月15日カリンさんの自宅よりお送りしております。いつも直近ですよね。直近、最近ちょっとギリギリ。いや、そうですね、だよね。ちょっとやばいです。まあまあそれぞれ忙しい。時事ネタが言えますけどね。時事ネタ、時事ネタ。岸田総理解散しないとかね。ああ、今ちらっと言いましたね。みたいな感じのことを言えるのでね、うん、まあそうですね、時事ネタ、時事ネタもありかと思いますが、はい、カリンさん最近何かありますか？まあそれこそ時事ネタなんですけどね、9月に、はい、あの全然時事ネタじゃない。違う、あのまあ、ちょっと前の放送でもジブリパークの話したじゃないですか。はい、ああ、しましたね。あの9月 にそのジブリパークに行こうと思ったら、うんうん、6月にそのチケットをその予約しないといけないんですよね。3ヶ月前にはってことですよね。うん、そう、はい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 、で、この前の土曜日だから何日だ？え、どういうことですか？あのこの前の土曜日、10日かな、はい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 、6月の10日にそれがスタートするとなったんですよね。うんうんうん、もうその時すごかったのよ。普通に 6月10日の6月10日に9月分が発売される予約スタートなんですね。はいはい、で14時からスタートだったんですよ。うん、でまあ、あの海外からも友達来るからと思ってちょっと頑張ろうかなってスタンバってたわけですよ。1分前とかにはすぐにこうピッて押せるように。はい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 。たらそのサイトに直接行くんじゃなくてワンクッション置かれて、はいはいはい、まあ、入り口の前でステイさせられるみたいなのがあるんですよ。まあはいはい、だから言うたら公平にその中に入るみたいな、はいはいはい、で何人待ちみたいなの出たんですけど、何人待ちだと思います？皆さんも答えてください。何人待ちですかね。でも人気ですからね、ジブリは。いや人気なんだけど、いやこの数字で取れるんかいって思った数字だったんですよ、ね、ってことはまだ取れてないってことなんですか？あ、入り口まで入ったって、入り口でまずその人数何人で出てきて、はいはい、徐々に順番にあのこう数字が減っていって自分の番になったら飛べますよというシステムなんですけど、はい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 、無事私あのそのシステムに乗っかって入って、それはどれぐらい待ったんですか？その1時間ぐらい1時間ぐらい、うん、その待機サイトで待っててみたいな。へえ、うん、みんな諦めていくんですか？ああ、でもね、急にパポンって減った時は多分諦めてるのかもしれない。諦めてるのか、もう一気に取れてってるかですね。そうだね、うん、それもあると思う。一日に何人を受け入れてるかですね、あと。ああ、結構な人数受け入れてるんじゃないかな。だって1000人とかじゃないでしょ、きっと。だから一日、うん、あれ今3つエリア、うん、あるよね、うん、エリア2つぐらいオープンしてるんですかね、うん、あ、そうだから例えば1日何人？ 1 万人ぐらいはもっと入れると思うけど、まあ、うん、まあ、1万人入れたとしても2万人1人いけるんか。うん、うん、そうはいはいはい。で私がそのほんまにもう瞬時にしてポチって押して、うん、私の前に6000人待ってたわけよ。はいはいはい、すごい。6000人って思ってそこで一瞬心折れかけたんだけど、とりあえず折れないようにして。ツアーの人とかも撮ってるんかな。ああ、それはある、うん、横から入れるのか分かんないけど、はいはいはい、まあ普通に撮らなきゃいけないんだったらそうだよね、はいはいはい、6000人かと思って、まあ、とりあえず放置してたら、まあ、とりあえず進めて撮れたんですよね、うんうんうん、でまああのとりあえず行くことになりました。で2日間行くことになったんですけど、ね、どれに行くんですか？あの3つあるじゃないですか、うん、あ2つか、今ジブリの大倉庫とどんどこ森、うん、はいはい、どっちに行かれるんですか？あ、両方とも行くんですよ。2日間当たっあの取れたので。うわ、すごい。なので1日目は大倉庫、2日目は、はい、どんどこ森、はい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 、になるのかな。あのそれぞれ友達とそれぞれで取ったので、うんうんうん、めっちゃ歩きますよ、噂によると。絶対無理。いや、ほんまにそのどんどこ森って多分ほとんどが隣のトトロの、ね、ね、あのサツキとメイの家だと思うんですけど、公園自体が広いらしいんでめっちゃ歩くと聞きました。私は多分途中でもう無理ですって言うと。それはどうなんですかね、一緒に行った友達は。いや、もう行ってきてっていうか、はいはいはい、ごめんねみたいな。なるほどなるほど、はい、私歩くの苦手なので。それで言ったらうち9月にね、三鷹の森に行く、ほいほい、約束だけはしてます。ほんまに行くかどうかは分かんないですけど、行ったことないっていう話になって、うちは行ったことあったんですけど、まあうちもジブリ好きやし、じゃあ三鷹行くかって行くかもですね。また話できたら行かないかもしれないです。そうですね、まあ、2人で行きたいところはまた別のとこですもんね。
あ、東京？そう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 。あ、どこでしたっけ？え、あのなんだっけ、なんかオープニングスの、あれ、あ、ハリーポッターワールド。あ、そう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 。だからこれの放送日の翌日か、うん、当日どっちやろ、なんかオープンしますよね。ほんまに、あ、当日じゃないですか、ほんまにこれオープンしてる。あ、かな、なんか、うん、金曜日オープンかもしれないですね。かもしれませんね。行きたいですね、豊島園の跡地にハリーポッターワールドでしたっけ、はい、できる、ね、遊びに行くことしか考えてないからね。あ、16日オープンですよ。あ、じゃあ明日ですね、うん、あ、今日ですね、この放送で。あ、そうです、そうですね。じゃあすごい人だったのかな、ニュースとかで流れるかもしれないですね。めっちゃ行きたいんですけどね。まあまあじわじわと行きましょう。夏はでもしんどいからさ、行くなら冬行こうよみたいな。え、そんなことないです、室内から。あ、そう、うん、いや外普通に出るの暑いじゃん。あ、どうなんですかね。でも夏の方が綺麗と思いますけど、どうなんですかね、まあまあまあ、雪が降ればいいんでしょうけど。そうね、うん、でも室内なんで、まあ、大丈夫ですよ、多分涼しいと思います。大丈夫ですか、うん、じゃあ行きたいです。じゃあ行こうと決めましょう。いや、でも高いんでね、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ確かに、っていう、はい、ということでね、かりんさんは9月にジブリパーク行ってくる、はい、またそのお話もね聞かせていただけたらなと思います。はい、カリンのキラキラ日記、昼は OL、 その他はクリエイターとして活動している、カリンの日常をお話ししたいと思います、うん、で今回はですね、うん、カリンの日常の反対側、いわゆる OL、 あ、 OL の話、 OL の時の出来事なんですけど、出来事、出来事、はいはいはい、OL の時間にねやってる出来事、OL かりんのお話。そうですね、はい、どっちかといえばそうかなって思ったんですけど。何でしょう。まあ、あの会社なんでね、人の出入りってあると思うんですけど、うん、この前ね、新しい方が、新メンバーの方が入社されて、はい、でそれの歓送迎会があったんですよ。うーん、はい、でコロナ禍でずっとねそういうのなかったんですけども、解禁っていう形になって、はいはいはい、歓送迎会、久しぶりに飲み会みたいなのがあって、うん、でプラスそれにあの二次会でカラオケを、あ、カラオケ行ったんですよ。本当に久しぶり、二次会でカラオケか。いや、さすがあれですね、コロナ禍も終わって。そうだね。え、それは年齢層で言うとどれぐらいなんですか、うん、みんなバラバラなんですか。まあ、そうですね、あのただ30代がうちの部署多いですね。ああ、じゃあ私と同い年ぐらいの人か。あ、そう、じゃあもう平成どっどっぷりがほとんどですね。昭和は上の数名みたいな。じゃあ歌う曲もあるんじゃないですか。いろいろですね。もうなんかもうなんだこの曲はっていうのもあるし、向こうからしたらなんだこの曲はみたいなのがあったんですけど。それはみんな一曲歌ってじっと聴いてるんですか。うん、まあ、まあ結構ね、まあ、ただその前にお酒はちょっと入ってるからね、テンション上げ上げなんだけど。はいはいはい、あ、カリンさんもお酒飲むんですね。まあ、少しだけ。はいはいはい、外では少し。え、何歌われたんですか。まあ、あの何やと思います、お箱ってあるでしょ、それなりに。で私ね、カラオケで歌う時ってね、キー高いんですよ。はいはい、な、何の曲歌うんですか。ね、一番今回は一番初めに歌ったのは「世界で一番暑い夏」って。わかります、世界で一番暑い夏。うん、プリンセスプリンセス。プリンセスプリンセスって、うん、誰でしたっけ。あ、わかんないか。プリンセスプリンセスって、うん、M とか歌ってた人。 M? あ、うん、M ってもう浜崎あゆみしか出てこない。あ、そうか。何やろ、プリンセスプリンセスってレベッカみたいな人たちですか。まあ、レベッカっていう人もいますよね。レベッカいてます、いてます、いてます。わ、ちょっとプリンセスプリンセスか、プリンセスプリンセスがね、まあ、あの奥井かおり、あの今岸谷香織かな、女優じゃなかったっけ、岸谷って。違う、あの旦那さんは俳優さんで、岸谷五郎。岸谷ってほんまそれしか思いつあってます？と思うけどね。確か、私フルネームは覚えてないんだけど。ほうほう、うん、プリ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 奥井かおりさん。その曲が、うん、それがすごく一番最初に歌って、一番最初に歌ったお箱の一つですね。めちゃめちゃ音源高いんですよね。はいはいはい、まあ後でまたね、皆さんも懐かしいと思う人も、はあ、この人か、うん、へ、若い人は聞いて、また聞いてください。はいはいはい、で次は平成 の, あの人たちも、うん、あれ、ね、知ってる曲、ホワイトラブ。
はい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 、スピード、スピードですね、はい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 、そのあたりは多分わかると思うんですけどね。それもちょっとスピードもちょっと世代がちょっと違う、ちょっと上ですね、うちにとっては。あ、そっか、ちょっと上なんだ。お兄ちゃん世代か、うん、ああ、だから2つともさ、キー高いんですよ。で、用を出せるわっていうのもあるんですけど、うんうんうん、私歌うと若干アニメ声になるんですよ。これ喋ってるのって結構その低いじゃないですか、どっちかというと。そのプリプリは声が高いんですか？高いですね、うん、スピードも声高いですもんね。高いです、あの2人は、うんうん、でそれがいきなりマイクを持って歌うとなんかめっちゃ高い声出すんですよ、うんうんうん、もうみんな前最初画面見てたのにふって私の方とか、あ、そうなんですね、振り返りましたからね。へえ、世界に行って一番暑い夏、うん、1987年って書いてますね、はい、へえ、ぜひね、あのまた流して聞いてみてもらえればと。後に結婚することなる岸谷五郎が主演を務めたドラマ、うん、何やったかな、ドラマの名前で覚えて。それが世界で一番暑い夏っていうドラマらしいです。どんな、うん、どんなドラマやったかちょっと覚えてないですね。はあ、ははあ、涌井絵美と出てる。涌井絵美とかなんか懐かしいな。へえ、聞いてみますわ。はい、ぜひ。プリプリ。プリプリね。うん、私たちの青春です。他みんなどんな曲歌ったんですか。あ、そう、でも普通にラルクとか歌ってる子もいてたし、うん、うん。あとね。ラルクもちょっと上の人たち、ね、上ですね、私よりちょっと下の。うちの友達が好きな、今も追っかけてる子はいるぐらい、うん、あとめっちゃ懐かしかったのは、はいはいはい、米米クラブ歌ってた、まあ、それを昭和のチームが歌ってたんだけど、米米例えば、あ、そう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 、ロマン飛行とかね、はいはいはい、うん、あとはトゥモローとかね。トゥモロー誰ですか、トゥモロー。ああ、誰が歌ってたか覚えてる。あ、涙の数だけ、そう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 、強くなれる、ああ、なるほどなるほど、うん、そのあたりはなぜか昭和後半組がすごいちょっと盛り上がってましたね。ああ懐かしいとか言いながら、うちね、自分のその会社行ってた頃は、うん、もっと年配なんで、あの石原裕次郎の俺たちはドラマーだみたいな、おいらはドラマー、ね、あ、そうそうそう、はいはい、そんな曲とかなんか、まあ、ブライダル撮影してるからか、ブライダル曲ばっかりですね。だから、あと、まあ、ちょっと上の人たちなんか、イエローモンキーやっけ、イエローイエモン、イエモン、うん、とか、ちょっと知らんな、みたいな。ああ、そっか、もうそれになると知らないってことか。うん、まあ、私らの、あれもあるけど。ずっと尾崎豊かやと思って聞いてたら、イエモンっていう 人やでって言われて、え、誰ですかみたいな。こういう歌い方したら全部尾崎豊かや思ってたみたいな。なるほど、そっかそっか、はい、っていうのでね、カラオケ行ってないな。そうなんですよ。で、最後の締めはあのタッチを歌わさせていただきました。タッチね、これは多分今の子も歌いますよ。歌えると思いますよ、うん、あの、うん、全然結構 TikTok とか流れてるし、全然歌えると思います、うん、でなんかその歌ってる人たちの中に一人でね、はいはい、面白い人いてて、はい、ブッシーブッシー言うてる歌があって、はいはいはい、意味が分からへんかったっていうのがちょっとオチであります。ブッシーなんとかブッシー、キラキラブッシー、ああ歴史ですね。あ、そうなんですね。キラキラブッシーでしょ、知ってます、ますこれは有名曲。私知らなくて、他みんな知らなくて、次の日でもみんなブッシーブッシーって。あ、そう、ちょっとだいぶ前ですけどね、キラキラブッシー。そう、なんかちょっと面白かった、ね、あ、皆さんも聞いてみてください。ぜひぜひぜひ、ありがとうございます。ということでね、もう結構お時間になったので私のコーナーは飛ばしまして、いや言ってください、いやもう時間がもう本当にやばいんでお願いします。またです、ね、はい。ケーブラーニングとは映像イラストを制作しているグループのことです。皆さんと一緒に作品を作っていきたいと思っておりますので、ぜひコメントやメッセージもお寄せください。またこちらのチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。はい、ということでね、まあ私のお話は、まあ、次回ということなんですけども、来週の、あの土曜日6月24日18時よりエンタメ企画はお休みしまして生配信をいたします。ということで、カリンさんはとある国、はい、まあ、っていうか香港なんですけど香港と、まあ、日本にいる私とね中継をして、あのカリンさんとねお話をするっていう、まあ、生ライブをするので、ぜひぜひ皆さんコメントで遊びに来てほしいなと思います。ぜひ
よろしくお願いします。この番組は皆さんの応援によって成り立っております。 YouTube にコメントしていただくか、概要欄のあるホームまでお便りお願いします。それでは来週金曜日23時にお会いしましょう。お相手は有安有とキラカリンでした。